今日はですね、消化器疾患の中でも口腔疾患ですね、口の中の疾患についてお話ししていきます。まずですね、登場するのは、歯周病ですね、1番目。30歳以上の日本人の70%から80%に見られ、多いですよね。はい。歯がを失う原因の第1位です。昔とかはね、虫歯ってね、言ったりしましたけども、今はですね、歯周病がナンバーワンです。で、歯周病ってどんなのっていうのは、括弧の中ですけども、歯周病菌が歯肉口に侵入し、歯周ポケットを形成し、歯槽骨を溶かしていきますよ。なので、歯が埋まっているところの骨自体を溶かしていくので、どんどん歯がね、倒れていってしまいます。っていうのが、この歯周病ですね。で、増悪因子で有名なのは、糖尿病、あと喫煙、で、妊娠。これらがね、増悪因子っていうふうにされています。なので、増悪因子ってね、結構大事なのが多いんですよね。糖尿病っていうのはね、現代病って言われるぐらいとっても大事ですし、あと喫煙ね、で、妊娠。まあ、今回はね、妊娠についてちょっとお話をしておくと、女性ホルモン、エストロゲンっていうのがね、ありますけども、それをですね、歯周病はですね、栄養にして、女性の体内の中で増えるんですよね。で、増えると良くないことが何なのっていうのは、赤ちゃんなんですけども、体内の、まあ、羊水っていうところにね、赤ちゃんいますけど、その羊水の中で、プロスタグランジンっていう発痛物質がですね、ある程度の量になったら赤ちゃんって生まれてくるんですよね。で、歯周病菌がね、いるとどうなんのっていうのはですね、歯周病菌がいっぱい増えると、さらにですね、そのプロスタグランジンがですね、増えるんですよね。つまり、プロスタグランジンが増えることで、赤ちゃん自害が早く出てしまったりするんです。早産の可能性があるんですよね。なので、妊娠の時に注意事項としては、妊娠することで歯周病が増えるし、歯周病菌がさらに増えることで早産になってしまったりするので、結構ですね、ここは大事なので、臨床上知っておいていただけたらなというふうに思います。で、症状はっていうのは、初期はね、自覚症状ないんですよね。で、どんなんが起こるのっていうのは、まずは歯肉炎、歯肉の発赤。主張、うっ血、まあ出血しやすいっていうね、まず歯肉炎が出て、さらに進むと歯周病ですね。歯周ポケットから脳汁の流出、口臭、あとは鈍痛、疲れが溜まった時とかにズキズキするっていう感じですね。っていうのが歯周病になります。で、診断治療予後ですけども、まずはですね、出血とか口臭などから早期発見がやっぱり大事です。で、また、増悪因子を避けるように、全身的な管理も必要でありますよ。ね。まあ、妊娠を避けるっていうのはね、おかしいですけども、まあ、糖尿病とかね、喫煙に関しては、そこら辺の注意が必要です。ね。で、まあ、歯周ポケットの説明はですね、歯肉口ですね。歯と歯肉の隙間が病的に広がったのが歯周ポケットってやつですね。他の用語としては、例えば、歯石とかね、歯垢ってありますけど、歯垢はですね、デンタルプラークってやつね、細菌がぎっしり詰まった、まあ、嫌な言い方ですけど、紙袋みたいなね、はい、そんなんがあるのが歯垢です。で、さらに、その歯石っていうのは、そのプラークっていうのが石灰化した状態ですね。まあ、歯垢がもう固まったみたいなね、細菌のぎっしり溜まった紙袋自体がさらに上からパッケージされたみたいな感じですね。はい。最近ではですね、まあ2週間もあれば歯石ってできるっていうふうに言われてますけども、まあここら辺もね、注意が必要です。ではね、次に行きましょう。はい。次はですね、顎関節症です。これはね、治療院とかに結構来られたりもしますので、ぜひ知っていただけたらなというふうに思います。はい。どんなのっていうのは、開口運動障害や、開口、あとは平行時に痛みが出現するもので、現在は筋肉や神経系の障害と捉えられており、歯ぎしりや、
精神的ストレスなどが要因とされてます。まあね、いろんなことで起こるっていうのがねあるんですけども、まあ、口がね吐けにくいであったりとかってやつですね。はい、ということで症状です。症状ね、顎関節症の場合は知っておいていただけたらなというふうに思います。3つです。まずですね、口が開かない、開口障害、どれぐらいなのっていうのはですね、2往診ですね、ぐらいしか開かないですよっていうことです。なので口を大きく上げれないのであくびできないですし、あとはねご飯を炙って食べれないしっていう感じですね。でその次、運動時痛ですね。開口時、閉口時に顎関節に痛みが出る運動時痛、あとは関節雑音、開口時、あとは閉口時にゴリゴリなどの音が聞こえるっていうのが関節雑音です。これらが揃うと、まあ、顎関節症だなってやつですね。で、どんなことを注意するのっていうのは、治療はまず硬いものを噛まないようにする。これね、大原則です。またですね、マウスピースの装着、あとは筋肉が硬くなってるとなりやすいので、筋弛緩薬などを使用します。一般的にはですね、そのまま悪くなることはないんですけども、予後良好。実際に僕が臨床上でですね、お会いしたことあるこの顎関節症の、まあ、患者さんの多くはですね、今言われた症状ですね、開口障害、運動時痛、関節雑音みたいなのがあるんですけど、他はですね、片頭痛とかを結構持たれる方が多いかなっていうのは、経験があります。ので、頭痛っていうのを聞いたときに、もしかしたらこの顎関節症から来てるっていう人もいるかもしれませんので、そこら辺もね、聞いてあげるといいかなというふうに思います。はい。では、次。はい。あとね、口腔疾患のその他として4つあるんですけども、1つは、虫歯ですよね。次はですね、アフター性の口内、あと、舌炎、口角炎っていうのがありますけども、まあ、順番に。まず、牛ですね。一般的に虫歯と呼ばれ、ニュータンス、連鎖球菌などによって、歯牙垢組織が溶け出した現象ですよ。なので、歯周病に関しては、歯ではなくて、歯の周りの骨が溶けるのが歯周病なんですよね。あれが、歯を失う原因の第1位なんですけど、牛っていうのは、その歯自体が溶けるのが牛って呼ばれる。はい。歯牙垢組織っていうのは、エナメル質とか、増毛質とか、あとセメント質とか、それがね、歯牙垢組織ですね。歯が溶けるよってやつです。症状は、増毛質の大半が侵されると、痛みを感じるようになりますよ。ね。C2 と呼ばれるやつです。歯医者さんとか言ってですね、C1、C2、C3、C4 とかっていうのがありますけども、その状態に C2 って言われてくると、これ痛みが出てくるっていう感じです。C1 の場合はね、初期なので、これ痛み出ないんですけどね、いいやつですね。はい。で、診断治療予後ですけども、保存療法が中心なんですけども、牛、この感じで牛というふうに呼びます。はい。牛の程度がひどければ、抜歯、歯を抜かれることになりますよ、というやつですね。はい。ね。虫歯になりたくないですね。で、右側にね、図がありますけども、食物、細菌、まあ、歯質っていうふうにね、書いてあるんですけど、これらが全部絡み合って、虫歯っていうのができますよってやつですね。食物はね、まあ簡単に言うと、まあ砂糖とかね、甘いもん取りすぎると良くないですし、あとは、まあ細菌に関しては先ほどね、書いてありますけれども、ミュータンス菌とかですね。あと、歯質っていうふうに書いてあるんですけど、これはまあ簡単に言うと、その人自体です。宿主自体です。歯質っていう歯の性質もありますし、例えば、歯並び。あとは、唾液の分泌が少ないとかね。そんなんとかも関係したりしますので、ここら辺ね、押さえておいてもらったらいいかなというふうに思います。なので、いっぱいご飯を食べて、甘いもんいっぱい取ってて、歯磨きもしないけども、虫歯にならないっていう人はですね、まあ、歯質のところ。まあ、言ったら体質がね、すごくいいんだなっていう人もいれば、体質があまり良くなくて、いやー、ちゃんと歯磨きしてるんですけどね、虫歯になりますっていう方もおられるっていうのが、ここの牛って呼ばれるものですね。はい。ではね、続いていきましょう。はい。二つ目は、アフタ性の口内炎。まあ、口内炎ですね。一
機械的刺激、技師ですね、入れ歯ですね。あとは化学的刺激、酸アルカリ、温熱的刺激、熱い飲み物、食べ物ですね。ビタミン不足、口腔内の不衛生など、原因は様々で起こるのがこの悪化性の口内です。他にね、合併症として、潰瘍性大腸炎、ベーチェット病、白血病などでも見られるってやつですね。症状は、まあ、痛み、口臭、味覚異常、あとは嗅診、水泡などなど、こんなのがね、見られます。で、アフターって何なのっていうのは、楕円形の偽膜性の小潰瘍に対する、これ、病症名です。なんかね、難しく書いてますけども、潰瘍のですね、まあ、小さいものっていうふうに覚えてもらったらいいかなと思います。大きくなるとね、潰瘍性とかっていうのありますけど、もっとちっちゃくて、潰瘍みたいにえぐれてない状態だったら、カタル性とかね、はい、言ったりしますけども、アフタ性、口内炎っていうやつですね。いろんなんで起こりますっていうやつですね。はい。はい。では、三つ目がですね、今度、舌炎なんですけども、口内炎が舌に限局しているもの、これ舌炎なんですけども、まあ、ビタミン B2、ナイアシンの欠乏症や、あとは、悪性貧血によっても見られます。また、局所的疼痛が持続する場合は、舌がんの可能性もありますよ。ですね。はい。で、もう一つですね。はい。最後はですね、口角炎ですけども、口角の亀裂、疼痛を伴う、ビタミン B2、欠乏により起こることが多く、口唇ヘルペスと鑑別する必要があります。っていうのがね、口角炎です。はい。今日はですね、口腔疾患のお話をしたんですけども、まずね、歯周病に関しては覚えてもらわないといけないっていうのは、増悪因子が一番大事です。糖尿病、喫煙、妊娠、これらによって起こりやすいっていうやつですね。で、歯周病自体は歯自体が削れるわけではなくて、歯自体が削れる、溶けてしまうのはこれ、牛。なんですけども、歯周病に関しては、歯が収まってる周りの歯槽骨自体を溶かしちゃうのが、これが歯周病です。歯を失う原因の一番ですね。で、顎関節症に関しては、症状が3つ、開口障害、運動時痛、関節雑音っていうのがありますよっていう状態で、臨床上で言うとね、頭痛とか、を有する人も多いので、そこら辺はね、ちょっと頭に入れておいていただけたらなというふうに思います。で、その他の口腔疾患に関しては、2つ知っておいていただけたらなというふうに思います。まず、牛ですね。虫歯に関しては、増下質の大半が侵されると痛みが出てくるっていうのが牛です。あとは、今画面上出てますけども、口角炎に関しては、口唇ヘルペスっていうのとね、鑑別する必要がありますよ。ここら辺はね、押さえておいていただけたらいいかなというふうに思います。はい。ということで、今日は消化管の疾患の口腔疾患についてお話ししました。一緒にですね、口の周りとか口の中のですね、解剖学とかも一緒に勉強できたら一番いいかなというふうに思います。はい。では、また。